グフフルバグフフルバ伝統芸能グフフルバ。こんにちは、デザインくんです。伝統芸能グフルバ試作1号機フルバーニアンの固定実況パート4やっていきたいと思います。我らがテレンス試作1号機フルバーニアン、相方は私デザインくんのグフカスタム、お相手は少佐のトライバーニングとトールギス3ですね。さあ張り切ってやっていきたいと思います。機体の相性的にはあまりいい方ではないとは思いますが、そんなこと言ってたらこのゲームでこんなに1号機にもグフカスタムにも乗れませんよね。さあデザインくんがラインを上げていく、その援護射撃を打っていくテレンス。さあここで1射取られてしまう。射撃チャージを貯めてのショット、ダブルロックで援護射撃を送っていくが、グフカスタムダウンを取られてしまう。トールギス、トライバーニングとどちらかのダメージを取っていきたいところだが、ここでトライバーニングをちょっとだけ捉える。さあチャージショットからのサブメイン折り、距離を取りつつ、さあ横特角でファンネルを避ける。さあノーキングフカスタムが前線へ出ていくが、ここでトールギスからワンダウンを取れる。さあここでグフカスタム覚醒、さらなるダメージを取っていきたい。さあここでトールギスにロックを変えて援護射撃を打っていく。さあ N 特化から浮遊してからの射撃、これは当たらず。なかなかにじりじりした展開になって焦っていく1号機とグフカスタム。さあここからどうやって試合を作っていくか。射撃チャージ1150ダメージ。さあもう一度射撃チャージは当たらず、トライバーニングからもう一度ダメージを奪っていきたいところ。さあロックを変えてダブルロックでトールギスからもダメージを奪っていきたい。チャンスだかどうか。さあアシストキースを飛ばしてグフカスタムがここでワンダウントールギスから奪っていく。さあここで射撃チャージからトールギスとお見合いしつつワンダウンを取られてしまうが、エルカが溜まる。さあ使いどころはどこで使っていくか。サブメイン降りしてからメインメイン覚醒。さあサブメインから降りて、さあ相方はグフカスタムと一緒に覚醒を使って攻めに行く。まとまったダメージを取りたいところ。ここで覚醒技当たらず、射撃チャージメインサブ折り、サブメイン折りからメインメイン覚チャーから、さあこれはダウンを取られてしまう。トライバーニングの方のダメージはグフカスタムが取ってくれたが、さあここからまたまたダメージを取っていきたい。だが前に出てくるトライバーニングに落とされてしまう。いよいよきつくなってきたが、それでもワンチャンあるのが3025の組み合わせ。さあ浮遊特角でまずはお見合いして、さあ援護射撃を送ってトライバーニングを落としていく。さあダブルロックトールギス、ここでチャージショットをメイン、キースからのメインメインニュータイプ受け。さあ来てるの見えてたぞ。さあその覚醒はじってでしのぐイケメン。さあ覚醒もたまり安く済み、さあここでグフカスタム覚醒順落ちの準備を着々と進めていきたい。トライバーニングからダメージを奪ってるのを横文字で見つつ、サブメイン寄りでダメージを取っていく。さあここで覚醒を使わなかったのはでかい。トールギスを徐々に追い詰めつつ、ここでリンケージバースト、トライバーニングを落としたところで順落ちの準備は整っている。トールギスたまらず覚醒、これをどう追っていくか。さあ近くに降りてきたトライバーニングに1射入れて、さあこちらも一撃で落ちる準備は完了。さあグフカスタムクラッカーから友情コンボでフィニッシュ。相方ありがとう。あの状況からよく勝てた。参考になりましたでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。グフフルバグフフルバ伝統芸能グフフルバグフフルバグフフルバ伝統芸能グフフルバグフフルバグフフルバ伝統芸能グフフルバ。